MZ-80 とは、シャープの MZ シリーズに属する1978年に発売された8ビットパーソナルコンピュータのシリーズである。本校では、MZ-80K に始まり、シャープ部品事業部の設計した MZ-80B までを記述する。同社部品事業部の設計した MZ を関するハードウェアにはこれよりも前に、 MZ-40K が存在するが、MZ-80K はその後の MZ シリーズの実質的な元祖にあたる。オールインワン設計、クリーン設計等の特徴的な設計や、アルゴ線などのトレードマークなどもこのシリーズから見られるようになった。事業部の再編により、商品の命名規則が変化したことから、 MZ-80 シリーズは実質2つの設計にとどまり情報システム事業部へ事業は引き継がれた。MZ-80 系パーソナルコンピュータとしての MZ シリーズの実質的な元素にあたる。その基本設計は MZ-1200 までほぼ同一であり、同系列の機種では同じソフトウェアを無変更に動作させることが可能であった。基本設計は TET2001 の影響を強く受けており、CPU こそ違うものの、外観、キー配列、ブロックダイアグラム、メモリマップ度 I、O の利用、テキスト画面によるセミグラフィックス、ベーシックの命令セット等にその影を見ることができる。内蔵機器はメモリ空間、拡張機器は I、O 空間に接続されるように構成されている。特徴であるクリーン設計は本来、 システムプログラム全体をロムで実装することに対するコスト的なリスクの回避を目的とした区肉の策であり、コマンドこそ6種しか用意されていないモニターにも、実際には文字表示、音の発生、データレコーダーに対する入出力など、ローレベルな処理が多数書き込まれており、軌道に最低限必要な処理のみが存在しているわけではない。シンプルで素直な構成の本機は、 ドマの割り込みウェイト等によって処理を遅延させられていた同時期の競合製品である PC-8001 と比較し CPU のクロック周波数こそ半分であるものの実動作速度についてはほぼ10日の速度であったほか単音でこそあるものの8253を経由しスピーカーから任意の音程を発生させる命令もあらかじめ用意されていた 当初はセミキットとして発売され、後にそれをベースとした完成品やキーボードの異なるバリエーションも販売されている。テキストベレムにはキャラクターコードではなくディスプレイコードを書き込むことによって表示が行われ、その配列は002、空白、01からアルファベット、数字、記号等が並び、0x40 へ1ごとにそのキーボードに対応する。 各々のモードのキャラクターが配置されるという特殊なものである。また、豊富なグラフィックキャラクター群を持つ反面、キャラクターセットにあるアルファベットは大文字のみである。内蔵データレコーダーは、手動式でこそあるものの、専用に設計された、周辺回路の力もあって1 2 0 0ト当時の、平均的な競合製品よりも高速であるほか、信頼性も高いものとなっていた。 制御はソフトウェアによってタイミングを取り8255を直接制御し PWM の波形を生成して記録しているためソフトウェア的な制御の変更によって転送速度を変化させることも可能であるキーボードは多くの機種がマトリックス配列を採用し MZ-80C、MZ-80A、MZ-1200 等のみが タイプライタ配列のキーボードを標準装備している。それ以外の機種については、m z 8 0 k に用のオプションとして、MZ-80TK という製品が出ており、換装することで、タイプライタ配列にすることも可能であった。2002年10月22日には、液晶ガラス基板上に Z80 を形成し、MZ-80K の CPU を置換して、 動作させることで、システム液晶のデモンストレーションが行われた。2017年5月、パソコンミニ MZ-80C として、ラズベリーピアにエミュレータを書き込み、内蔵したミニチュアモデルが発表された。基本仕様1978年12月出荷。メインメモリに20基部のラム搭載。オールインワン筐体、キーボード見組み立てのセミキットとして発売された初代と、 なる機種。標準価格は19万8000円。開発、発表時期としては、日本初のパーソナルコンピュータとなる可能性もあったが、データレコーダーの信頼性を検証している間に、同年9月に、日立のベーシックマスターが発売され、先を越されている。MZ-40 k に引き続き、部品事業部がその需要を創出するために製作した機種である。 社内には別にコンピュータを扱う部署があり、社内での摩擦を防ぐ意味合いで、MZ-80K は技術者用のトレーニングキットとして、セミキットの形で販売された。当初は MZ-40K のように、フルキットのような広告が行われていたが、実際の量産、販売品は、キーボードのみにハンダ付けを要する、セミキットになっている。 CPU クロックを向上させる倍速基板や CPM 等を動作させるための先頭アドレスをメモリ後半と入れ替える回路等のハードウェアに直接手を入れるような周辺機器も各店舗やメーカー等からリリースされた。キーボードは角型のスイッチを5番の目上に並べたマトリックス配列となっており、稀にキー入力の取りこぼしが発生することもあった。 初期の設計では CRTC が調停処理を行わないためテキストベレムへのアクセスのタイミングによっては画面が乱れた回避するためにはプログラム側で監視制御を行う必要があり画面全体を乱れずにスクロールするようブロック転送するには3度に分割して転送する必要があった2015年9月1日に重要科学技術資料の 第00204号として登録された。試作機マイコン博士 MZ-40K の購入者は愛用者ハガキを変装すると、シャープマイコン博士 MZ-40K マイコン情報と書かれた小冊子が送られてきた。最後のページに新製品紹介コーナーがあり、Z-80CPU 使用。ベーシック言語の本格的ホビーコンピューター Z。 80、製品概要本機 Z80 は 12K、ベーシック言語を使用する本格的なコンピューターですと読み方まで書かれていた。1978年9月に発行された最初期のパンフレットでは、試作機の写真と仕様が掲載されており、その基盤には製品版より多くの EP ロムが実装されている反面、ラムのパターンが減っており、本体写真の起動画面には、 フリーエリアが6637バイトであること、ベーシックが SP5000 バイトであることが見て取れる。これらのハードウェア的な特徴と、当時のパーツからも当初の設計では、ロムベーシック機種であったと考えられ、商品名はマイコン博士 Z80 と記述されている。本体デザインは、電源ボタンが前面向かって、 右手前に配置されていたが、押しやすいところに置いてはいけないとの指摘に、元付き製品では背面に移動され、電源ボタンのそばには、シャープのロゴと共にホビーコンピューターの印刷がされている。このカタログにおいては、まだアルゴーブネやクリーン設計、クリーンコンピューターの記述はなく、ベーシックのサイズを 12K とうたっている。また、初期の量産機のカタログもこれをベースに修正されたものになっており、 メイン基板や、筐体の一部が、量産品とは、異なる写真が掲載されている。1979年発売。データレコーダー内蔵。基本設計は、MZ-80K と同じであるが、メインメモリとして48基部のラムを標準搭載し、キーボードもマトリックス配列ではなく、タイプライターと同じ配列のフルキーボードに変更された。グリーンモニターの採用等。 MZ-80K に比べ実装パーツは高価なものが使われていた。MZ-80C のカタログからクリーンコンピュータの名称が登場する。組み立てキットではなく完成品として発売された。標準価格26万8000円。1980年発売。MZ-80C と同じく組み立てキットではないローエンド版の完成品として商品化された。 製品。ソフトウェアから見た場合は、MZ-80K とほぼ等価であるが、32基部のラムを標準搭載しているほか、CRT 周りの色が淡い色になったこと、並びに、キーボード周辺のデザインの変更、キートップ材質の変更により光が反射しない、キーボードとなるなどの変更点が存在する。標準価格198000円。 1981年発売。クリーンコンピュータ10万台突破記念として発売された 80K2 の廉価版。32基部のラムを標準搭載。従来機手動用ソフトウェアは同じものが利用することができ。外観上は CRT 周りの色が緑。従来黒ベースだった。キートップの配色が白ベースに変更。二色 LED が一色の LED 二つに。 変更されている。CPU に IC ソケットを使用せず直接基板にハンダ付けされていることを含め、前述の LED の変更など、パーツ、設計レベルのコストダウンが随所に見られる。標準価格14万8000円。1982年発売、24キブラムを標準搭載、海外で販売された MZ シリーズ。CRTC が サイクルスチールを行うようになり、データ転送のタイミングを見計らうことなくベレムを書き換えても画面にノイズが表示されることがなくなったほか、画面表示のネガポジの反転機能、従来改造によって実現されていたロム領域の別アドレスとの入れ替え等が機能として実装された。入力モードを示す LED は省略され、画面上のカーソル形状が変化するようになっている。 大きな相違点として、MZ-700 等に近い1文字になった、モニタコマンド、ハードウェアによる、キャラクター単位のスクロールサポートとそれに伴うベレムの、追加、MZ-80B に近いレイアウトの、キーボードや、MZ-1U01 に似た、拡張ユニット MZ-80IU の、仕様によって拡張ボードの仕様が、MZ-80B と共通になっていること。 等が挙げられる。ハードウェアスクロールは表示開始アドレスをずらすことが可能になっており、2画面分の縦につながったテキストベレムのうち2位の行から25行表示するようになっている。キーボードは配列だけではなく、キートップも含め普通のタイプライターキーボードへと変更されている。MZ-80A を国内用にリファインしたもの。 MZ-80A で変更された部分が、旧機種に近い仕様に戻されており、互換性が維持されるようになっている。MZ-80A 同様ベレムは2機部、搭載されているが、有効なのは前半のみとなっている。発売時期にはすでに事業が一されており、情報システム事業部が取り扱っているが、本体以外の命名規則はそのままであり、周辺機器は、 部品事業部と同じ規則によって型番が割り振られている。日本の拡張ユニットに合わせカードエッジだった部分がコネクタに変更されているほかは、ほぼ基板は MZ-80A の設計と同一であり、海外のみでリリースされた拡張パーツへ対応するための構造等が筐体に残されている。標準価格14万8000円。型番としては、 以下の通りであるが、実際には、同じ型番でも頻繁な改版が行われたものもあり、雑誌等アドレスを直接指定したバイナリパッチ等の情報は、必ずしも利用可能な情報として共有することはできなかった。ほか、修正に伴いメモリ上の該当箇所の場所がずれる等。 正式に公開されていない情報に基づくアドレスの直接コール等を原因として版の違いによって動作しないアプリケーションが出ることもあった。2017年10月14日にハール研究所から発売されたパソコンミニシリーズの一つ。筐体はンタオ文化教材者がプログラム部分はスマイルブームが関わっている。約4分の1のサイズで再現された。 樹脂筐体のミニチュアの中にシングルボードコンピュータとして独自のファームウェアを書き込んだラズベリーピアプラスを搭載。スマイラペーシックとそこから制御が行える MZ-80 エミュレータ並びに5本のゲームソフトが書き込まれている。MZ-80B 機種名の B は対外的にはビジネスの意味と言われているが開発者たちはビッグの B として 究極の MZ を目指し開発に打ち込んだ機種である。オールインワン設計、クリーン設計を引き継ぎ、さらに推し進めた形で実装された。CPU は 4MHz に高速化され、テキスト画面は80カラム表示が可能になった。テキストベレム、グラフィックスベレムは、IPL 部分はバンク切り替えで実装。64KB の空間すべてをラムとして利用可能にするとともに、 ピクセル単位での表示もサポートした。グラフィックス機能自体はオプションであり、それらがなくとも作表できるように、標準装備のキャラクターロムには、罫線などの記号、反転したアルファベット等が定義され、従来ディスプレイコードを書き込んでいたテキストベルムには、キャラクターコード、ASCII ーコードを書き込むことで該当するキャラクターが表示されるようになった。コントロールコードは、 ベーシックの標準機能では表示させることはできないが、カーソル移動、ホーム、クリアに関してはキャラクターが定義されており、ベレムへ該当コードを書き込むことで文字列の引数として利用することはできた。それ以外のコントロールコードに相当する部分の CG-ROM は未定義になっており、CG-ROM の入れ替えによりその場所にも任意のキャラクターを表示するような改造も行われた。 新規設計されたことにより、従来機種との互換性はなく、ロードマップ上の後継機は MZ-2000 であるが目立つ部分の仕様が変更されており、互換性はベーシックプログラムに限られた。直径の互換性を持つ後継機は MZ-2500 となる。グリーンモニターを採用し、 本機での表示は緑と黒で表示されるが、MZ-2500 での MZ-80B モード時の CRT への表示は常時白黒で出力される。事業部の再編があったことから、これら MZ-80 シリーズの開発者の手による MZ は MZ-80B によって終焉したが、グラフィックスベレムをあらかじめ搭載し、 電源部分の変更が行われた MZ-80B2 が部署変更後も併売されている。クリーン設計 MZ-80K では低レベルな入出力をサポートするルーチンが ROM で組み込まれていたが MZ-80B ではさらにそれを推し進め、本体には IPL のみが ROM として搭載されている。従来のモニタもまた MZ-80B では IPL から読み込まれ、例番地に転送される。IPL は拡張ボード上の ROM とフロッピーディスクドライブ内蔵データレコーダーをサポートし、フロッピーディスクドライブ内蔵データレコーダーの順番に起動可能なデバイスを探し、起動できるものを検出できない場合は起動デバイスを選択するメニューが表示される。拡張ボード上の ROM については、おおしながら、 電源を入れるかリセットすることによって起動可能になっている。拡張ボード ROM からの起動については、本体マニュアルなどには表記はなく、標準添付の資料からは、IPL ROM のソースコードから読み取れるようになっているのみである。IPL ROM は8000ドル以降に、各デバイスから一旦データを読み込み後、バンク切り替えによってラムになった先頭部分へ転送する。これらの仕組みから、 初期ロードサイズは32基部となっているが、システムを含むメモリ空間64基部はラムにマッピングされることになる。電磁制御可能なデータレコーダ従来機種では、手動制御だったデータレコーダはソフトウェアからの制御が可能になっている。早送り、巻き戻し、デッキオープン、民生機器で培った頭出し等が可能になっており、システムプログラム読み込み後に、 自動的に巻き戻されるほか、頭出しによって任意のデータを探すことが可能になり、これはベーシックでもサポートされた。また、データレコーダーの速度も2000棒に高速化された。データレコーダーの周辺回路の設計は2000棒でチューニングされており、高速化には強いものの低速化をした場合は、エラーレートは高くなる。このデータレコーダーは後継機に引き継がれたほか、 他の事業部から発売された X1 でも転送速度を2700ボウに高速化され内蔵をデバイスとして標準装備されている。グラフィックス表示のサポート従来機種ではテキスト画面のキャラクターを配置することによるセミグラフィックスだった画面はオプションの増設によって32200ピクセルのグラフィックス画面を最大にプレーン利用できるようになった。データ機器から カラーパレットを割り当てることによるカラー表示装置も発売され、不ベーシック2.0で利用可能になっている。2プレーン目は拡張スロットに増設後、ケーブルを1プレーン目のボードに接続する必要があり、実際にはその価格やモノクロだったこともあり、2プレーンを利用するアプリケーションはあまり見られず、純正ベーシックでも初期化時に2プレーン目の初期化はされていない。海外展開。 MZ-80B も、また、海外で販売されていた。ただし、国内版と異なり、メインメモリは 32KB で出荷され、残りはオプションであった。また、カタカナのフォントが CG ログになく、ネガポージ反転したアルファベットが書き込まれている。モデルラインナップ基本仕様 PWM 出力で、該当、i、オーポートの H と L が、スピーカー出力の H。 L に相当し、ソフトウェア的に音量を調整する機能を持たない。全体の音量は背面の音声ボリュームによってハードウェア的に音量を無段階調整する。多機種のビープがポート制御によって鳴るのに対し、この機種では状態を制御するため、特定の周波数に限らず鳴らしっぱなしの状態をハードウェアで作ることができない。 対回り込みを持たず、出力は CPU からの直接制御であるため、他の演算処理をしながら、同時にサウンドを鳴らすことは、ハードウェア的には、不可能である。出力ポートも1ポートとなるが、ソフトウェア的に音程の精度を犠牲にし、クロック数による、ウェイト計算と、自分割り処理により、ミエワ音、エンベロープ、ビブラートを実装しているものや、PWM 変調や、 1>, 1ビットサンプリングによる音声合成をするソフトウェアが存在する。BGM としての利用を行う場合は、各々の処理の合間に発生モジュールを予備技術的に処理することになる。ありがとうございます。